自信をつけようと思えば思うほど自信ってなくなるけど、うんうん、自信があってもなくてもいいやと思った瞬間に本当の自信がつくんだね。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、僕の大好きな友達、本田光一さんに来ていただきました。イエーイ、ありがとうございます。いやー、光一さんなんですけれども、こうちゃんって呼ばれてて、はい、もうこうちゃん最高よ。もう一緒にいるだけでね、心が温まるような感じで、今日は、ね、はい、みんなにこうちゃんのことを紹介したかったんですよ。ありがとうございます。中にはアメーバのブログ、特にビジネスとかのところを読んでいる方はこうちゃんのことをご存知な方もいっぱいいらっしゃると思うんですよね、はい、で講演会もやってますし、で、まあ、ビジネスのコンサルティングもたまにやって入って、はい、で本もね、結構出してますので、なんか知らないけど強運が舞い込むすごい習慣が6月でしたよね、はい、6月出ました。で今度もう一冊出ると、はい、素晴らしい。でこの一冊、これが大好きなことでお金を引き寄せるすごい習慣っていうのがね、9月20日、はい、いやー本当におめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にこうちゃん優しいんです、大好きなの僕いやでもね、こうちゃんは23歳の時に、はい、オーストラリア、はい、自転車で行って横断したっていう経験があって、ね、ちょっとね、はい、それとあと彼は本当に自信のつけ方とか、うん、僕も自信のない人だったので、うん、まあ、どうやったらこう自信を持てたりとか、まあ、どうやったらへこまずにうまくいくのかとかっていうのは、うん、ちょっと自分の経験を踏まえながらこうお伝えしているってことも、はい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 、やっぱ自信っていうのはどうやったらつけていけるものなんですか、ね、うん、そもそも自信がないっていうものを外からポコッとつけられて、うん、はい、それがなんか信じちゃって自分の中で真実になってるに過ぎないって思ってて、はいはいはい、うん、あ、じゃあ自信がないっていう感じじゃなくて、自信がないと思ってる、うん、何か勘違いがをついてるっていう。そう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 、僕がその勘違いついちゃったのが、うん、高校生男子校でね、はい、もう男しかいないわけですよ、ですごく女の子にモテたいの、うん、その時にあったその男の子向けの雑誌を読むと、はい、身長と学歴と収入、この3つが高くないとモテないってもう書いててでもう身長と学歴がないから、あ、だいぶ終了と思ってて、もう完全にツーアウトで、じゃあ収入を増やさなきゃ俺ダメだと思って、でいろんな学生時代に学生企業みたいなことやるけど、まあ、ことごとく失敗して、で余計その自信をなくすっていう。でそれである時に自転車でオーストラリアを旅するってことを思いついて、でそのきっかけがバイト先の先輩で、すごく嫌な先輩がいて、すごく人として終わってるなと思ってる先輩がいて、その人がオーストラリアをオートバイで回ってきたらすごいいい人に変わってた、人として、うんうん、で、あ、俺ももしかしたら変われるかもしれないって、うん、もっとやさぐれてるあの先輩がすごく素敵に変わったから、うん、俺変われるかもぐらいで、ね、旅で変わったんだ。変わった、すごいな。そうで行った最大の理由って、やっぱり自分って自信がなくて、うん、なんかその学歴も収入も身長もないから、何か一つ誇れるものを持ってないと、なんか自分っていう自信がないと思って、でパッと地球儀見た時に大空大陸を自転車で自力で一周したってなったら、だいぶ自分リスペクトみたいな、こう、そうですね、尊敬できるぞ俺みたいな、すごいな、結構グレートな自分になって帰ってこれるぞと思って、うんうん、でそれでとりあえず横断したら55日もかかって、横断だけで55日あれこれ島だと思ってたけど大陸かもって思い始めて、でっかいもんねオーストラリアそうそうそう、すごいでかくてとか思って、うん、でその時に会った別の友達たちと東南アジアに行こうっていう話が出て、うん、パースからシドニーをこう横断した後に東南アジアを旅したら、うん、まあ、カンボジアで激しい下痢になって、で帰ってきてちょっと自転車乗れない体になってて、うん、あ、また失敗したなとか、また自信がつけられなかったなとか、そのなんか、あ、帰国しても俺って弱い人間のままなんだなっていう、お待たせしたっていうレッテルを自分でガンと貼って、うん、でも自転車乗れないって、下痢になって乗れないってなった時もホッとしてる自分もいるっていう、その
でもどっちの自分が当時はそのほっとした自分を認めてないわけ、うん、なんか認めた瞬間負けだから今思い返すと超ほっとしたなだけど、なんかそれは思っちゃいけないみたいなのがあって、はい、ですごい強がってたっていうのがあって、でそんな時にオーストラリアの酒場でこうみんながこう酔っ払っててね、みんながいろんな失敗談で盛り上がってて、はい、今日は誰の失敗談が面白いかなんかちょっとそういう話をしようぜってなってて、で一番面白いやつがビール ご馳走してやるぞみたいになって、うん、でもジャパニーズなんかないのって言われて、いや俺島国から来た、うん、でこの国もオーストラリアも島だと思った、でチャリンコで一周しようと思った、で横断した時に気がついた、ここはコンチネンタル大陸だって、うん、今車買って旅してる、ちなみに俺の名前ホンダなんだけどなって言ったら特感受けて、でみんながビールご馳走してくれて、うん、その瞬間に失敗した自分を受け入れられて、はい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 、そう、俺は受け入れてなかったけど周りが受け入れてくれて、しかもすごくこう良くしてくれて、しかもビールまでくれて、なんか超みんなが寄ってたかった愛してくれたっていう、うん、でその瞬間に失敗に OK が出て、でそれでその瞬間にすごい自分が好きになるってことがすごい分かって、それまでの自分は成功したら幸せになれて好きになれると思ってたのが、本当はその反対にある失敗したものも受け入れられるとすごいこう好きになれるっていうのが分かって、はいはいはい、そう、自信をつけようと思えば思うほど自信ってなくなるけど、うん、自信があってもなくてもいいやと思った瞬間に本当の自信がつくんだなっていう、うん、深いですね、 それがすごく自分の中で大きくて、うん、それまでの自分のオーストラリア一周の目標っていうのは、うん、これをやったら俺はすごいやつと認められるっていう気持ちでやってたから辛かった、はい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 、だけど挫折した後の夢って全然辛くなくて、うん、まあまあ辛い時もあったけど、うん、なんか本当に行きたいからとか、うん、その自分の本当の情熱とアクセスできてやれたので、うん、その人の目とか全然関係なしに、だって俺がやりたいんだもんっていうのが軸になったので、そっからなんかすごくこう変わったなっていう、そっか、その生の自分を認めるっていう感じで、成功しても成功しなくても今の自分で問題ないんだって、そうそう、いわゆるそのありのままの自分に OK が出るっていうことがすごく分かって、うん、あとその自分の目標がすごいやつと思われたいっていうのがすごくあって、うん、でもその時に自分のそのノートに俺の夢は笑う時間を長くすることって書き殴って、へー、そこから人生の目標がすごい変わったっていう、その誰かにすごいと思われるよりも自分が納得するっていうか、うんうん、笑う時間が長ければいいやっていうふうに、そうなんだ、でそこから本当に人生がいっぱい開けて、うん、すごく大きかったのが、その自転車で旅をしていると、うん、この先の街にどこに水があるとかないとか知らないと、うん、リアルに死んじゃうのね、その水がない、水がないと砂漠とかジャングルとか、うん、田舎もそうだし、田舎も街が100キロごとしかないの で自転車1日走れるのが100キロなので、うん、リアルに死んじゃうのね、だからその水の補給場所とかどこで食料が手に入るとかを、うん、先に旅した人たちがあの安宿のノートにこう全部情報を書いててくれてて、うん、でそれを自分がノートに書き写して、うん、でそれでそこをまたトライして、で着いた先の場所でその情報を全部書き残していくっていうのがすごくこう当たり前になってて、だ自分が行こうとしているところをすでに経験した人から教わって、うん、で自分がそれを経験したら次の人にシェアするっていうのが当たり前の経験に変わってきて、うんうんうん、でそれが僕が帰国してからすごく人生が変わってきて、はいはいはい、そのそっか、やっぱり自分でやるっていう考えから教えてもらっていいんだ、うん、そう、そして教えてもらったことは次の人に伝えることがいいんだっていう自然の流れっていうか、そもそも自力でできっこないっていうのがあって、うん、先にいろいろ聞いちゃえばいいやっていうのがすごく自然にできたおかげで、はい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 、人生が大きく開けて、うん、だからその帰国した時に、うん、ちょっとうちの親父の会社がやばい状況で、うん、借金が8億円を超えてるっていう状況で、あらまあ、そういついつまでにお金返さないとこのうち競売にかけちゃうよ、売裁判所みたいな、なかなかこうポップなハガキがいっぱい来るっていうような毎日で、すごいチャレンジ、そうそうそう、で金どうやって返すんだってなった時に、たまたま父の会社のお客さんってみんなお金持ちが多かったので、どうやったら経営がうまくいくんだとか、どうやったら営業がうまくいくんだってことをすごい聞きまくったの。
で当時ネットの時代が来たから、うん、絶対ネットもいけるなと思ってて、うん、でただ日本ではそのネットのやり方を分かってる人が誰もいなかったので、うん、アメリカとかオーストラリアとかあっちの方を見ると、うん、もうずっと先を行ってたから、うんうんうん、でそこの中学生とかとチャットして、うん、ホームページのやり方を教えてもらったりとか、それ結構そういうことをやってて、うんうんうん、とにかく先にうまくいってるやつからガンガン聞けばいいやっていうのがあって、はい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 、でそのおかげで98年からサイトを作って、2000年の時にはもう年商10億を超えちゃったのね。それどのビジネス？その親父の仕事で、の、でそれをいろんな人に教えてって、うん、であじゃあもう借金もう家とか全部買い戻して、そのクリアにして、クリアに家を全部プラス、そうそう、でそれでそのやり方があまりにも面白いし、でそれをシェアするのが当たり前と思ってたから、うん、こうやったらホームページでいっぱい売れるよ的なことを、うん、そこら中でふらしてたら、うん、すごい人がいっぱい来るようになって、しかもなんかだいぶいいお金をくれるようになってたんだけども、うん、お金を返して、うん、お金がいっぱいになったらやる気がなくなって、うん、なんかね、こうおじいちゃんみたいな気持ちになってリタイアした。あ、そうだったんです、うん、なんかね、まあ、そんな悩み当時誰にも言えなくて、なかなか、そう、まあその頃本田健さんが本出す前で出会って、うん、でなんか健さんもそういうの分かるって言ってて、はいはい、でなんかこう人の役に立つことをやるとすごく元気になってくるのかなっていうのが分かってきて、うん、でそれでまあいろいろ教わったことをメルマガとかブログに書いてったら、うん、まあ、いろんな人が喜んでくれて、うん、でいろいろなことを教えてくれた社長さんにそのネタを見せてあげると、はい、その社長さんもすごい喜んでくれて、でぜひあのうちの会社で教えてあげるから来てくれとか言って、はい、ですごい企業秘密のすごい考え方を教えてくれるんですよ、うん、でそれをリアクションよく聞いてくれる若者がいると、うん、気を許していろんなことを教えてくれて、うん、でそれをそのまんま使うと当たり前だけどすごいうまくいって、うんうん、そうで何が言いたいかっていうと、昔の自分ってうまくいった人の前のところに行けない人だったんですよ。行くと自分の劣等感がすごい出てくるんで、超うまくいってる人の前に行って全然うまくいってない自分がこう行くと、うん、このギャップが苦しくなって、うん、でうせばかみたいな言うような感じの人だったのが、これでもいいじゃんっていう、そのダサい自分でも OK が出ると、うん、もうこのまんま、それいいね、ダサい自分でも OK って、そうそう、あ、自分こんなんすなんですけどって、どうやったら社長みたいに生きられるのか、うん、すげえ興味があってって教えてくださいって言うと、うん、結構いい感じで教えてくれて、でどうなったんですか。でそんなことをしてた時に、ある時友達が、こうちゃん武田和平さんって知ってるって言って、あの日本一のダート牛家って呼ばれてる、うん、あのすごい人でしょって言って、うん、いや実はね講演会があるんだけど興味あるって言って、文字で行く行くって言って、何人ぐらいでやるのって言って、いや20人超いいじゃんって、すごいな、いくら、いやただ、え、ただみたいなね、行く行くとか言って、で僕当時東京に住んでて、で和平さん名古屋に住んでたので、うん、まあ行き新幹線こうグリーン車乗って、やべえ超儲かる銘柄教えてもらえる、やべえ帰り超リッチとか言いながらすごい下心満載で、着いたら全然株の話を和平さんしなくて、早く株の話ぐらいに思ってて、でもその時に語った和平さんの夢が結構しびれて、得とかそういうのすごい大事だけども、それを教える学校がないと、でわしはそれを教えたいねって言って、でそれはもう田舎の方の空気のきれいなところで、あのみんなが泊まれる宿を建てて、芝生の上でビールでも飲みながらバーベキューしながら得を語ったら面白いがね、わしはそのために100億使うがねって言ってて、で当時の僕の夢が、まあいろんな安い宿でいろんな面白いやつと出会ったから、そういうところを1個持って空気のきれいなところで、まあ、うまくいった方法とかシェアするような場所をなんとなく作りたいなと思ってて、それでその徳を広める学校をまずインターネット上で展開したいとおっしゃってて、でメーリングリストで徳について学ぶっていう、まずバーチャルの学校を先に作るとおっしゃってて、で当時メルマガやってたので、あ、じゃあめっちゃ送り込むことできると思って、であの日本一の大投資家とメルトモになれるかもよっていう、まあ、まあそれもポップなタイトルのメルマガ書いて、でそれでしたらあの270人の人が和平さんのところに申し込んでくださって、でしたら和平さん喜んで、共通の友人からでっかい金メダルをこう渡されて、で僕にプレゼントしてくださって、で準
これ純金だよって言われた瞬間にえっと思って純金の持ったことないし本物のやべどうしようとか思ってでもすっげえ超ハッピーとか思いながらも、うん、あれお返しどうしようってすごい悩んで、うん、こう何でも買える人に何を返したらいいのかが全く分からなくて、うん、確かに、うん、すごい悩んででも、うん、単純に和平さんは金貨をプレゼントして喜ばせたいんだなと思ったから、うん、喜んでますってやったらそれだけで嬉しいだろうと思って、で友達30人家に呼んで、うん、みんなこの金のメダル持てって言って、で持ったらあこれはな日本一の投資家がプレゼントしてくれたやつだ、うん、持つだけで絶対運が上がるぞって言うとみんな笑って、うん、笑えって写真撮って、うん、で30人分の笑顔の写真を和平さんに送って、うんうん、これで30倍だってよし喜んだろうと思ったら、うん、あの今までいろんな人に金をプレゼントしてきましたって和平さんから手紙が届いて、でもあなたのように喜んだ人は初めてですと、で長年追い求めてた後継者に違いありません意味がわからないみたいになってって言ってそのいろんなことを教わってで気がついたら500泊以上寝食を共にして、いろんな帝王学を教えてくださって、まあ、やっぱり徳とか真心って本当に大事なんだなっていうのを、まあ、こう気づいていく。帝王学ってシンプルに説明すると、うん、やっぱり幸せに生きていくための、まあ、一つの基準なんだろうなっていう、うん、やっぱり王様が幸せだとその国は幸せじゃないですか、うん、あその私利私欲の幸せじゃなくて、うん、王様が本当のその豊かさを知っていれば、うん、その国は絶対繁栄するわけで、うん、シンプルに言うとそんなことだと思うんですよ ね、だから本当に、うんど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 ん素敵な人が僕の人生に現れてきてどん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 教えてもらってでそれをどん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 流すとなんか本当にいいんだなっていう、うんうん、じゃあ、まあ、その最初のポイント今日のお話のポイントなんですけど、うんはい、最初はやっぱりその自信っていうのは、はい、もともと自信はみんな持ってて、持ってる、自信がないっていう変な考えを外していく、でそれはそうダサい自分で愛されるっていうか、うん、でね作家の翡翠小太郎さんっていう人がいて、うん、素敵な友達なんですけど、うん、その話をしたらこうちゃんね人は長所で尊敬されて短所で愛されるですよって言ってて、うわすごいいい言葉と思って、うん、意外と短所って愛されスイッチだったりするの で、必ずみんな才能っていうのはある、ね、もうそれはもう神様天からのギフトみたいな、あそれも和平さんが教えてくださって、あの天は必ず輝ける場所を用意してるよねって、うん、そこによってワクワクせんかったら、うん、そこは自分の居場所じゃないよねって、だからそこで輝ける人のためにすぐどいた方がええよね、うん、そこにいたらワクワクして楽しいと思ったら、うん、それは天が用意してくれた場所でそれを天才と言うよね、そうですよね、天が与えた才能はもう嬉しくて仕方がないがねっておっしゃってて、うん、本当に僕そうだと思います、うん、だからその仕事が辛いっていうのはまあね何種類かのケースはあると思うんですけど、うん、やっぱ本当に大嫌いで向いてないとかで得意でもない好きでもないっていうのは、うん、ある意味天からのシグナルなんだよね、どうやってこの人に伝えるかって言ってそう天はいいから、うん、そっちにもっと頼っちゃってこの頼るっていう感覚をもっとね、うん、大事にするとそうだからね、うん、苦手なことが本当に苦手だなって分かると、うん、前の自分だったらすごい強がってたんで、うん、もう俺もできるぜみたいなこと言ってたけど、うん、あ本当に苦手だなって分かってくると苦手なところをやってくれる人見るとふわ神とか思えてくるんですよ、ね、うん、うん、そう、そう相手も、ね、気持ちよくなって思って相手も自信がつくし相手もやる気が出るし、そうそうそう、すると自分も感謝の気持ちでありがとうって言って自分が得意なところにもっとフォーカスできる、そこでお互いのモチベーションが上がっていくよ、ね、うん、で教わったことを伝えるっていうのも大切、うん、伝えるっていうのはすごい大切で、うん、まあまあその辺は本当にクリスとね全く同じだと思ってて、うん、やっぱり自分が嬉しかったことはどんどんシェアするとね、うん、やっぱりいろんな人が喜んでくれて、ねね、いろいろクリスの情報をいろいろシェアしてあげてください、はい、もう本当に今日ね出演していただいてありがとうございます、めちゃくちゃありがとうございます、今日はいちいち幸せだなと思いながらありがとうございます、はい、ありがとうございます、いやぜひねあの彼の、ブログのリンクをねつけときますのでぜひあの見てあげてメルマガとか LINE アットの登録もしてあげてください。
本当に素晴らしい記事がいっぱいあります。ぜひ本を読んでいただければ超嬉しいですありがとうございます。そこまで宣伝していただいていや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 、いや本当に最後まで皆さん見ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。 I love you guys. All right, thank you so much. Thank you so much.